H&AMPKG3H&KG3 はドイツの銃器メーカー H&K 社によって開発され1964年から1996年までドイツ連邦軍に正式採用されていた自動小銃である G3 とはドイツ語でゴブヤ3ドライ3号小銃の位アサルトライフルに分類される 自動化記で標準モデルの使用弾は 7.62X51mm ナト弾、装弾数は20発。性能や実績への評価は高く、傑作ライフルと評されるほか、世代の近い AK-47M16 フェルと合わせて4大アサルトライフルと呼ばれることもある。なお、ドイツのほか、ポルトガル、ギリシャ、デンマーク、ノルウェー、トルコや中東、 アフリカ諸国など40カ国以上で採用されている。また、ミャンマーやイランでは、ライセンス生産が行われ、特にミャンマーは、BA シリーズとして国産化された。G3 の原型は、第二次世界大戦末期に、モーゼル社で開発されていた、STG-45、スターンゲウェア45モーゼル、モーゼル45年式突撃銃である。 ドイツはこの銃の完成を待たずして敗れたが、モーゼルの開発陣は、スペイン政府の兵器研究機関、セトメ、セミーにわたり、ルートビヒホルグリムラーらが中心になり 7.92X40mm 弾を使用するライフル、セトメモデル A1 を開発した。しかし、独自の単焦弾というコンセプトが受け入れられず、 あとに 7.62X51mm、ナトー弾の原薬弾を使用する、セトメモデル A を開発した。このライフルに目をつけたのが、当時設立されたばかりだったドイツ連邦軍で、当時 G1 として配備されていた FN フェルの代わりにならないかと考えた。そこで、ドイツ連邦政府は、スペイン政府から、ライフルの開発、製造権を買い上げ、ハンドガードがないなど、 実用面に課題がある、セトメモデル A の発展型の開発を要求し、これに応えたのが、H&K 社だった。開発されたプロトタイプ HK31 は、数々のテストに合格し、G3 と命名され、正式採用された。この G3 と、H、H&KMP5 などのバリエーションの成功により、弱小メーカーであった H&K 社は、下記メーカーとして、躍進を遂げることとなった。 ドイツのラインメタル社も G3 の試作品を作っていた。作動メカニズムにはローラーロッキングによるディレードブローバック方式を採用している。操作上の難点として断層交換の手間の多さがある。G41、MP5、10、MP5、40を除いてホールドオープン機構は持たない。そのため、これ以外のモデルでは左手でボルトハンドルを引いて、 レール誕生部の溝に入れて、遊艇を交代位置で保持させ、断層を交換し、ボルトハンドルを叩き落として、遊艇を前進させるという手順を踏まなくてはならない。さらに、この手間を省くために、薬室内に弾を残したまま断層交換、タクティカルリロードすると、前進している遊艇やその付近に負担がかかり、損傷する恐れがあるため進められていない。そのため、 G3 系列を打つときには、弾切れ時に素早く、ボルトハンドルを引ける、要、ボルトハンドルに、左手親指を乗せて構えるという射撃姿勢が取られる。ボルトハンドルを引くのに必要な力が大きく、操作性に難があるとされることがある。ボルトハンドルを引く際には、ボルトキャリアが直接引かれるために、ローラーの遅延機構は、射撃時のようには働けないものの、 他にロッキングレバーと呼ばれる強いバネ作用を持った部品がボルトヘッドとボルトキャリアを繋いでおり、このつながりを引き離して初めてローラーが引き込まれ、ボルトヘッドが交代できるようになる。ここに余分な力を要するのである。アッパーレシーバーに特殊なブッシングを溶接し、それによって重心を固定しているという構造上、重心交換には専用の設備を要する。 機関銃である HK21 と HK23 は MG42 に近い重心交換機構を持つ。薬室には薬莢の貼り付きを防ぐための溝が刻まれているが、射撃により大量のカーボンがここに付着してしまうため、清掃する必要がある。このカーボンは断層にも付着する。G3 は銃剣を重心の下側ではなく上側に装着する方式をとっており、 自動小銃としては珍しい方式である。銃剣は、ツバと一体となっている装着リングを重心先端の消炎基部に通り、柄交端の突起を、焦正のもと、コッキングチューブ先端部に差し込むことによって固定される。このように、コッキングチューブ先端とボルトハンドルの間には、ある程度の空間があり、後にはこの部分に挿入式に装着できる、レーザーポインターも、 オプションとして開発されている。ドイツ連邦軍では G3 の後継として G36 が採用されているが、こちらの作動機構は AK-47 などと同じ標準的なガスピストン方式となっている。これはローラーロッキングという特殊な閉鎖機構の関係上、ガスピストン式に比べて重量がかさみ5 5 6ト、mm、ル弾の ような小工形高速弾とは相性が悪い上、高品質な材料を必要とすることが挙げられる。G3 で採用したローラーロッキング機構は、用途、口径によって多くのバリエーションを持つ。これらは3つのウェポンシステムグループに分けられる。また、G3 の機関部の設計をほぼそのまま流用して QX19mm パラベラム仕様として開発された。 短期艦銃として MP5 シリーズがある。G3 譲りの高い命中精度により、短期艦銃というカテゴリーの新たな可能性を切り開き、多くの軍隊や法執行機関で使用されている。1960年代、G3 のスケールダウンモデルとして 5.56X45mm、ナト弾を使用する H&KHK33 が設計された。 G3 と同様 HK33 にも様々な派生型が存在する。MP5 は G3 をベースとして開発されたサブマシンガンである。ポルトガルのインデップ社が開発したインデップルサは MP5 を切り詰めたようなサブマシンガンである。東京丸イから G3A3、電動は製造終了。現在エアコッキングのみ、G3A4、現在は製造終了。 HK51 第37回静岡ホビー賞限定商品。現在は製造終了 G3SG1PSG-1MC51 のほか、架空の極短縮モデルである G3SAS が発売されており、KSC からは HK33K、HK33A2、HK33A3、HK53、 HK53A に SFPD が発売されている。突起事項があるもの以外は全て電動ガンであり、KSC 製品はエアコッキングガンとしても使用可能。MP5 シリーズの遊戯銃については、MP5 の当該項目を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。